Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сейчас я нахожусь вместе со своим другом и коллегой Харадой Кентаро в Москве. Он походил по Красной площади, поел русскую кухню и, в общем, сделал много всего того, что делают обычные иностранцы. И в этом видео поделится своими впечатлениями. Узнайте, вот как выглядит Россия для иностранцев, которые здесь реально побывали. Привет, меня зовут Кентаро. これからロシア旅行、ロシアの仕事に来て感想を述べたいと思います。はい。いろいろ思うことあるんですけど、いくつかちょっとメモしたので、順々によく話していきたいなと思います。まず、料理について。ボルシチ、コチョウザメっていうのを初めて本格的なものをロシアで食べました。イメージ通り、まあ、ボルシチとかは東京にもあって、なんだっけな、なんかちゃんとした材料じゃなくてトマトとかで作ってるんですけど、こっちの本場のものを食べて、うん、すごい美味しかったですね。なんかサワークリームを入れて、色がすごい赤くて、なんかどうなのかなって見た目は思ったんですけど、食べてみたらすごい美味しかった。コチョウザメもちょっと斜面を取ったんですけど、すごいもう魚がいい形してて、味もすごいグッドでした。はい。あとはどうでしょうね、料理についてはまあそんな感じ。あとは、やっぱりロシアに来て一番最初に思ったのが、まあ、思ったより12月ですけど寒くない。あの雪降ってたりすると意外と暖かかったりとかして、なんか日本とそこまで変わらないのかなとか、北海道とかだったらもっと寒かったりもしかしたらするかもしれないですね。はい。なので、まあ、コートを着てちゃんと歩けば外も普通に歩けました。はい。であとは、やっぱり外歩いててすごい見られますね。なんかアジア人、ジャパニーズはチャイナとか思われてるか分かんないですけど、アジア人ってことでみんながすごく通りすがる人が僕のことを見て、なんか変な感じの気持ちになりました。あのドミーと一緒にいるから有名人だから見られてるかもしれないですね。はい。で、単純にまあ、普通の人とはまだ会話できてないんですけど、仕事のメンバードミー含めてロシア人の人とたくさん話すことができたんですけど、あの、まあ、ロシア語はできないので、言葉は通じない中で交流したんですね。でもその中ですごくみんな優しかった。思ったより僕のイメージはロシア人っていうのはもう冷たい、怖い、心を開かないみたいな、そういうイメージがあったんです。多分僕だけじゃなくて日本人って結構そういうイメージをロシア人に対して持ってると思います。っていうのはやっぱりアメリカと日本が仲良くてロシアが敵みたいな、そんなイメージがあるので、大体ロシアに対してあんまいいイメージっていうか、イメージがそもそもあんまりないんですね、日本人は。であんまりいいイメージがないで、暗いイメージで、空も暗いしみたいな。で実際に空はあの冬の間はすごい暗いと思ってたんですけど、その通り暗かった。でも人はもう予想以上にみんな温かかった。みんな優しい。なんかいろいろプレゼントしてくれたりとか、一緒にご飯行ったりとか飲みに行ったりとか、すごく丁寧にエスコートしてくれて、言葉わかんないのに一緒に笑ってすごい楽しめました。すごいロシアのこと好きになりました。ロシア人のことが。はい。もうみんな他の日本人にも来てもらって、ロシアの人の優しさとかに触れてほしいなと思います。印象変わるんじゃないかなと思います。はい。あとは何でしょうね、言葉、英語、イングリッシュが通じる人と通じない人が結構差があって、ホテルの受付とかの人は英語基本的に通じたんですけど、まあ街中のレストランとか、普通にちょっと話す人っていうのは意外と女の子とか通じなかったりしたんで、やっぱそこは差があるのかなみたいな思いました。日本語は全く通じなかったですね。分かる人はドミーだけっていう感じでした。であとは、ホテル、今泊まってるホテル、いいホテルなんですけど、部屋も綺麗で、日本人でも多分心よく受け入れるレベルなんですけど、水がちょっとなんか臭かったなと。なんかサラシコっていうのが入ってて、なんかどうもちょっと排水口っぽい匂いっていうか、ちょっとツンとしたような匂いがするなと思いました。でもなんかそれは理由があって、ちゃんとこう消毒というか、そういうのをドミーに教えてもらったので、まあ、納得して、まあ、今では快適に暮らしています。昨日とある、いいレストランでですね、連れてってもらったレストランで携帯、スマホですね、スマホを多分ここに置いてたんですけど、いつの間にかなくなってて、僕が落としたのか、まあ、取られたのか分かんないんですけど、なくなったんですね。で日本でも僕一度も実はなくしたことなかったんですよ、携帯って。ちゃんと普段身につけてるので。で、あ、やられたなと。まあ、自分の不注意でなくしちゃったのかなと思ったんですけど、その時に一緒にいた仲間、まあ、ドミーとか、アントンとか、仲間の人が、
iPhone のね、この携帯がどこにあるかっていうメールアドレスとパスワード入れたら分かるようになってるんですね。今すごいですよね、機能が。で、それで探してくれて、必死になってみんな探してくれて、店員さんに聞いたらあったんですよ。すごい嬉しかったです。もうなくしちゃったかな、もう絶対戻ってこないなと思ってた中で、もうみんなが本当必死になって探してくれたんで、もう本当に素晴らしいなと。もうロシア人の人なんか本当に冷たいと思ってたのがすごい優しくて感動しました。もう本当に感謝したいなと思ってます。本当最高ですねで次にちょっとロシアの言葉についてですけど、自分英語もまだちょっとしかできなくて、日本語はまあできますけど、ロシア語も全くなんですね。でもロシア語で、まあ、一緒にドミーとかと一緒にこう回ってるうちにいろいろ聞く言葉があって、よく聞く言葉で簡単な言葉で結構覚えたことがあります。例えばだ、にゃっ、ハラシオ、ポニョ、スパシーバとか、あとなんだろう、ミニアザブツケとか、あとなんだ、ティ、ビ、ビ、ミレイヤ、ミワヤ、ミライヤ日本語で言うと、あなたは可愛いとか美しいっていう言葉で、女性がすごい綺麗な人が多いので、ちょっと練習がてらに教えてもらって言ってるんですけど、なかなか通じなかったので。発音も難しい、発音が難しい、すっごい難しい、舌の使い方が難しいんですよ。日本人って英語もそうだけど舌のレとかできないんですよ。なのでそれをちょっともうちょっと教えてもらって、今度は自分のことを相手に伝えられるようにちょっと練習したいなと思います。難しいんですけどね、ロシア語一番。でも今後もう毎月のようにロシアに来るかもしれないので、ちょっとでも覚えてみんなとコミュニケーション取れたらなと思ってます。ロシアに来て2日目にして、観光ですね、有名な赤の広場とクレムリン、あと教会とか、あとその近くにある大型のショッピングモールに連れてってもらいました。で、赤の広場はやっぱりルルブっていう雑誌にもよく載ってるんですけど、日本でもまあ有名ですよね。で、思ってた以上に広かった、すごい広い。で、もうなんかかっこいいですね、すごい憧れ、なんかもうヨーロッパっぽいっていうか、日本人だったらみんな好きじゃないなんじゃないかなと思います。で、実際に、ね、中に入ったんですね、クレムリンとか教会とか、まあ、ショッピングモールも。で、中に入ったら入ったでやっぱりそのいろいろな魅力があって、日本にはなかなかないような魅力がすごいあるなと思いました。で、自分も本当に、まあ、ロシアも初めてってのもあるんですけど、ああいうところに入るのってなかなかないので、すごい感動して、美術館とかそういったところも連れてってもらったんですけど、もういろいろなものがありましたね。なんか何でしたっけ、馬車みたいなやつとか、金の塊、プラチナとかゴールドとか、そういうのもあったりとか、なんかすごいなんかロシアにしかないようなものだったりとか、ロシアの歴史についても学べたりとかして、すごい楽しかったです。で、なんか日本語の解説がなんか録音のマイクみたいなのもあったりして、それでも聞けたりとか、まあ、それがなくてもドミーとか一緒に行った、マスターとがいろいろ説明してくれて、いろいろ分かりました。で、なんかもうすごい勉強になったし、楽しかったなと思ってます。で、ショッピングモールとかではなんかクリスマスツリーとかね、いっぱいちっちゃいのも並んでたりとか、もうすごい活気があって、なんか日本にはない感じなんですよ、ショッピングモールが。イオンとか、なんだろうな、そういうところは大きいショッピングモールがあるんだけども、ロシアのああいう感じはなかなかない。なんかクリスマスツリーもバーンと大きいのがあったりとかして、すごいなんか感動しましたね。で、街の広場に出ても、なんだろう、サンタの人形があったりとか、こう飾り付けがすごいあったりとか、なんかすごい賑わってて、なんかライトアップもされててね、すごいイルミネーションがすごい素敵でした。多分女の子とか連れて行くとすごい喜ぶと思います、日本人は。ああいうの大好きなので、はい。で、僕男ですけど、すごい感動して、写真もいっぱい撮って動画も撮って、すごい楽しかったです。はい、もう勉強もできて、イルミネーションも楽しめて、でちゃんと観光もできてと、もう本当ロシア最高ですね。はい、まあ、総合的にちょっとまとめると、とりあえず僕の感想としては、最初来る前に思ってたロシア、モスクワのイメージっていうのはあんまり良くなかった。あんま正直行きたいと思ってなかったし、全然期待してなかったんですけど、来てみると本当に人も良くて、みんな優しくて、ご飯も美味しくて、なんか別に差別とかも受けることもなくて、すごく快適に、過ごせてます。すごいロシア人のこと大好きです。これからもちょっともっと楽しみたいなと思います。残り2日ですけども、また動画アップできたらなと思います。はい。
Ну что ж, друзья, надеюсь, что было интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну и рассказывайте о моем канале друзьям. До встречи в следующих видео. До свидания.